どうもこんにちは、保護人間ノーバリーと保護犬の柴犬ムーランです。ということでね、今日はね、保護犬を引き取ってからの、なんだろうな、話というか流れをね、お話しする動画をしようかなと思います。ね、ムーラン、最近こんな感じでね、ムーランはね、もう家庭犬としてね、やってるんでね、たまにね、こうやってね、何の意味もなく抱っこしたりとかしてます。保護犬をね、引き取るときっていうのは、まあまず保護犬と出会うじゃないですか。で、その後に、まあ普通の団体さんはね、トライアルっていうのをするんですよ。で、今回ですね、ちょっとセンター長にもね、話聞きまして、普段どんなことをお伝えしてるんですかっていうのを聞いて、あの動画にしてます。で、まずね、普通、こう保護犬を引き取るときって、まずね、トライアルっていうのをするんですよ。まず出会うじゃないですか。例えば、ムーランいいなって思ったら、この子とちょっと一定期間生活をしてみたいっていう風にね、考えると思うんですよね。なので、その時に、まあ、トライアルって言って、模擬飼育って言ってね、一定期間一緒に過ごすんですよ。で、その時に、まあ、センター長はね、まあ、もちろんケースバイケースで、なんとも言えないことはあるんですけど、もうその時にもうトライアルして、飼う気があるんだったら、もう獣医さんにね、連れてっちゃっていいですよと。ね、獣医さん連れてっちゃって、なんか例えばさ、検査をするとか、なんかそれで分かった病気があったりとかしたらさ、すごい、思ってた以上にお金がかかっちゃう犬かもしれないじゃないですか。特にさ、まあ、柴犬はあんまないかもしれないけど、フレブルとかだったらさ、そういうことってよくあるじゃないですか。だからそういうのを事前に検査とかするんだったらしておいて、もうそれで本当に、もう本当にちょっと経済的に無理だなと思ったら、返してもらう、みたいなことをしてもいいっていうことはおっしゃってましたね。だからトライアルの時に、そのね、獣医を見つけておく。まあ、事前にね、見つけておいて獣医さんに見てもらって、検査してもらうっていうのと、あともちろんさ、先住犬、先住猫がいるんだったら、相性だよね。を、見てもらう。相性を見るっていうのも大事だし、例えばこういうムーランとかであればさ、この子噛むからさ、もう事前にさ、トライアルの時点で、訓練士の方に見てもらうとかっていうことを走らせてもいいんじゃないかなって思いますね。でね、大体ね、まあ、犬にもよるんですけど、まあ、大体2週間から3週間ぐらい模擬飼育トライアルをした後に、正式譲渡っていう形になるんですけれども、正式譲渡になってからですね、まず、もう役所的な手続きでやんなきゃいけないのが、30日以内に畜犬登録をしないといけないと。やんなきゃいけない、30日以内にやんなきゃいけないのが畜犬登録で、あと、合わせてやった方がいいのが、やんなきゃいけないのが、狂犬病のワクチン打ってない犬だったらワクチン打ったりとか、あと、マイクロチップを挿入されてる犬だったら名義変更するとか、まあ一応ね、マイクロチップに関しては今一般の人、我々は別にマイクロチップ装着は義務ではないので、努力義務なのかな？だから別に装着義務はないんですけど、もしすでに装着されてるワンちゃんであれば、マイクロチップの登録変更が必要になってきます。で、あとはね、避妊去勢だよね。ムーランは終わってるからいいんだけどさ、避妊去勢っていうのは、もう飼い主の義務という風になってますので、まあもちろんさ、老犬とかだと、すごい避妊去勢の手術って、危険も伴いますし、獣医師さんと相談しなきゃいけないんですけど、まあその辺もね、獣医師さんと相談しつつ、やってあげるっていう感じがいいんじゃないかなって思います。でね、その畜犬登録ってなんでしなきゃいけないのっていうのをちょっと聞かれたんですよ。まあそれでちょっと今回この動画作ろうかなと思ったんですけど、もともとね、畜犬登録とかっていうのはやっぱ狂犬病予防法とか、そういった観点で、どこにどういう犬がいるのかっていうのを登録しておくっていうことで、もしね、狂犬病が発症してしまった場合に、迅速に対処ができるようにするっていうことがね、そもそもの目的だったみたいですね。で、大体のケースが、なんていうの？区役所。区役所というか役所に行けばできるんですけど、だいたい登録料がね、3000円ぐらいでできるんで、まあ犬のね、住民登録だと思ってね、やってあげるっていうのがね、いいことです。ね、っていう感じ。ね、むーちゃん。まあ、ムーランみたいな犬はさ、元飼い犬だから畜犬登録でどっかでされてるんだと思うんだけど、野犬とかだと多分、畜犬登録まだされてないとか、まあ団体さんがするのかもしれないけど、されてない犬とかもいるでしょうから、まあ畜犬登録はね、役所に行って、ちゃんとしてあげるっていうことがね、大事な、飼い主の義務ということになってまいります。でね、マイクロチップだけもうちょっと話しようか。マイクロチップ、一応2022年だから去年1年前だよね。1年前から、もう法律改正になって、犬猫の販売業者
がマイクロチップを入れるっていうのはもう必須、義務っていう風になりました。なのでそれ以降飼われているペットショップで飼われているワンちゃん猫ちゃんに関しては多分ねもう入ってるんだと思います。で多分ねほとんどのペットショップがそこの情報の引き継ぎみたいなことっていうのは多分ペットショップが代行してやってくれるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、もしやってくれてない場合は基本的にそのマイクロチップの情報っていうのは販売業者の登録になってるので、ちゃんとねそこはちゃんと変えてあげないといけない、登録変更っていうのを出してやってあげないといけないっていうことになりますよね。うん。でまあこれからね本当マイクロチップ、まあ今本当犬猫業者、犬猫の販売業者だけですけど、これからね一般の飼い主の方にもマイクロチップ入れてくださいねっていうのが義務になっていくようになっていくんじゃないかなって僕は思うんですけど、まあそうなったらねちゃんとやんなきゃいけないっていうのはあります。でその2022年の6月から一応法改正にはなったんですけど、まあ聞く話によると結構ねそういうのもう力入れてるペットショップ、小島さんとかは結構前からねマイクロチップ入れてたりするみたいなんですって。だから今ももしかしたら飼ってるワンちゃんにマイクロチップ入ってるかもしれないし、もしそれがね登録保護犬とかだったとしたらね登録が前の飼い主さんになってるのかもしれないし、そもそも販売業者になってるかもしれないし、そうなってたらね、ねせっかくいるんだからねかわいそうじゃないですか。だからねちゃんと変えてあげてくださいね。ムラ入ってんのかな、ムラ入ってんのマイクロチップ入ってなさそうやな、ムラはなむーちゃんは入ってなさそうですよね。ね、むーちゃん。こんな感じでね、最近よくね、ムーランは家庭犬として扱われてね、こんな感じでね、なんでこんな風に抱っこされなきゃいけないのよってね、ぶつくさ文句言いながらね、やられてます。まあ、ムーランね、あんた、ムーランファン多いんだよ、このチャンネル。知ってる？知ってた？ムーちゃん。あなたのファン多いの。ね。めげのファンが多いんですよ。可愛い顔してるもんな、ムーランな。噛まなきゃね。よくリトルにも本当、あなたは噛まなきゃ、すごいいい子ですぐ飼い主決まるんだよって言われてますね。おやてなわけでですね、今日はそんな感じで、ね、終わろうかなと思います。それじゃあ、この動画気に入っていただいたり、ムーラン可愛いなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じでですね、犬猫を飼うにあたってのとか保護犬を迎えるにあたってのどういうことが必要なのかみたいな動画もねこれからちょこちょこ出していこうかなと思いますので、まあ皆さんのねお役に立てるように頑張ってまいりますので、ぜひよろしく、応援よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。ムーランが向こう見てくれた、こっち見てくれた、バイバーイバイバーイ皆さん、バイバーイ皆さん、ムーランでした。ムムムです。